皆さんこんにちは。動画をご覧いただき誠にありがとうございます。レックスコーポレーションのエマでございます。さて、前回は ISO マネジメントシステム第1項から第3項の振り返りというテーマで、主任審査員でもある弊社代表山下とともに、マネジメントされている方だけでなく、就職活動や転職活動されている方、また組織で働く全ての方に共通する内容としてお届けしました。前回までお伝えしたやるべきことを理解し、参照する情報もあり、共通認識もできていれば、実行することにかけてはこれで問題ありません。しかし、私たちは再三お伝えしています。自分たちの意図する結果の達成という思いの実現には、このマネジメントシステムが最適ですと。どんなに優れた指南書があったとしても、全てが初めからうまくいくとは限りません。これまで一度も失敗したことがない方がもしいらっしゃれば、この映像を見る必要はありません。でもそんな方いらっしゃいませんよね。だからこそ、再チャレンジするときに同じ鉄を踏まないように、マネジメントシステムをもとにチェックポイントを作っていくんです。改めてこちらに表示しますが、目的達成に向けて常に自分たちの活動を継続的に改善していく流れである PDCA サイクル、第4項から第10項までを順番に進んでいきます。この流れに合わせて実施していくことで、もしトラブルが発生した場合に、その項目を見直しておくことで、意図した結果へと着実に近づいていくんです。それでは PDCA サイクルのスタート地点第4項に参りましょう。第4項、組織の状況。1項の適用範囲では、皆さんのやるべきことを明確にしましたが、そのまま進めて良いでしょうか。参照する情報もあり、共通認識もできている、問題ないと思いますよね。しかし、こんなニュース聞いたことありませんか？海外有名ブランド、日本参入5年で閉店。海外で爆発的に人気になったもの、あるいは特定の場所で大人気のものが、他の土地でもスタートするけど、それ以上に大きなヒットが起こらなかった。あるいは一時ブームになったものの、長くは続かなかったこと、よくありますよね。もちろんその土地でも多くの人に受け入れられて、その土地に根付くなんてことももちろんあります。しかし、その場合もヒットしたやり方を全く同じようにやっているわけではありません。その土地の客層、立地条件、気候や環境など、それぞれの状況によってやり方を変える必要があるんです。また、働くスタッフの力量や設備なども場所によって変わるかもしれません。つまり、そのまま実施しても同じ結果にならないということです。そのため、自分たちの意図する結果へ到達するために、まず自分が置かれている状況や環境を考え、どのように進めていくかを考えます。これが第4項の組織の状況です。そのためには、自分たちの力で直していかなければならない課題、自分たちの力だけでは対応できない課題、そして自分たちに注がれる期待、これを明確にしていきます。その上で改めて自分たちの方向性を定めて進んでいくんです。方向性を定めてから実行していくことで、もし結果が出なかった場合、自分の状況、環境を見直すことで少なからず前進するでしょう。いかがでしたでしょうか。このように実行する前に、どんな状況からその行動へと移していったのかを明確にすることで、やるべきことに集中することができ、トラブルが起きる可能性を減少させることができます。次回はやるべきことに対して
方向性や役割を明確にする第5項リーダーシップについてお話しいたします。この動画を見て疑問に思ったことなどはコメント欄もしくは弊社ベックスコーポレーションの問い合わせフォームにて受け付けておりますのでお気軽にお送りください。それでは最後までご覧いただきありがとうございました。またどんどん配信していきますのでよろしければグッドボタン、チャンネル登録をお願いします。ではまた。